はい、どうも大成秋葉でございます。いつもありがとうございます。ということで今回もやっていこうと思いますけども、このチャンネルではですね、1960、70、80、90年代の音楽やアーティストを中心に、僕が誰からも頼まれてないのに勝手に解説しようというチャンネルになっております。ということで今回もやっていこうと思いますけども、今回はですね、ちょっとその語るというかですね、その音楽についてというよりかは、新しい音楽に出会いたかったら喫茶店に行こうぜというような、そういったテーマでお話ししたいなと思います。はい、ということでね、いきなりどういうことだと、その喫茶店に行けということはどういうことなのかというとですね、ここで言う新たな音楽との出会い、この新たな音楽というものは何もですね、新譜であったりとかですね、最新のヒットチャートとか、そういったことではないんですよね。新たな音楽というのはですね、こう自分の中にある、音楽ライブラリーですよね。だから自分自身の要は好きな曲とか、自分の新しい、人生に大きく影響するような音楽、そういったところの出会いの場として喫茶店とか、喫茶店とここでは言ってるんですけども、喫茶店だけじゃなくて、そういった原体験、音楽と出会う原体験をしてほしいというか、それが大事だよと僕の意見をちょっと言いたいと思います。現在はですね、ストリーミングとかでもっぱらね、新しい音楽とか、日本国外を問わずですね、様々な音楽との出会いのプラットフォームというものは整っておりますけども、そういったものと音楽ということで結びつきを考えて、そこで出会ってね、新たな音楽との出会いというふうに考えることもできるんですけども、確かにね、そこがプラットフォームで出会った音楽が自分の中のライブラリーに入っていくってことあるんですけども、ただそのライブラリーっていうか、そのプラットフォーム、ストリーミングとかの出会いっていうのは運命的とはちょっとかけ離れてるかなと、どっかね、ちょっと多少違うところがあるのかなと思うんですよね。で、喫茶店と言いましたけども、バーとか、レストランとか、ショーに行くとか、そういったことでもありだと思うんですよね。なんかこう、要は僕的にね、音楽というか自分の中に大きな影響をもたらす音楽というものは、ある意味原体験から生まれるものだと思うんですよね。だからそのわざわざアナログチックなものから生まれてくる、そういったものが自分の中の音楽との大きな出会いになるのかなと思うんですよね。で、僕的にやっぱり最初の音楽との出会いっていうのは、他の動画でも喋った通りなんですけども、父親の車の中でね、サザンに出会ったこと、そういったことがきっかけで自分の中の音楽感というものが、小さいながら大きく変わったりとかですね、それ以外にも例えば喫茶店とか、僕喫茶店巡り大好きなんですけども、喫茶店とかに行って、この雰囲気に合った曲みたいなので、そこで気に入ってその喫茶店に通ってね、音楽を聴きに行くとか、そういうこともあってですね、それで好きになることとかよくあったんですよね。だから運命的な音楽との出会いというものは、ある意味思い出とかですね、その自分がわざわざ足を運んでそこで見た風景、そこで食べたもの、そこで感じたものね、その時の自分の心の心情、現状とか、そういったものがある意味この新しい音楽との密接な関係というものを生んでくれるのかなと思います。で、例えば映画とかもね、映画を見てその世界観を反映させた音楽との出会いっていうのも、その曲を聴くと何かしらの映画の印象を彷彿とさせることによって出会いの場としては最適なんですけども、ただもっとね、深く自分自身の記憶と思い出と時間みたいなものを直結させて、音楽を楽しむには、わざわざどこかに足を運んでそこで出会った音楽っていうものを大切にしていただきたいなというふうに思います。これはあくまで僕の意見なんであれなんですけども、その喫茶店とかバーとかでかかってる歌とか、そういったその自分が実体験で肌身で感じたこのというものが、ある意味その自分の中の思い出として記憶として蘇ってくるのかなと思いますけども、そういったところで出会った音楽っていうのは、もちろん出会った瞬間のね、感動とかもちろんありますし、その時の自分のやっぱ現状がね、どういうとても今悩んでいるとか、失恋をしたとか、今恋をしているとか、そういったその自分の背景、バックグラウンドというものと、その自分が実際に原体験したこの感覚というものがリンクして、そこから記憶として、で何十年後かに、その曲を聴くと、その当時喫茶店にどういう思いで行って、どんなものを食べてとか、そういったものが蘇ってくるんですよね。そしてその喫茶店に何十年後かに行くことによって、また、その時の記憶が蘇ってくると。で、僕も全然まだ若いですし、そんな何十年後とかのね、ことがね、あんまりないんですけど、そのね、懐かしいみたいなことあんまないんですけど、やっぱり音楽ってどっかしらね、僕が思うに過去にちょっと感覚的に戻れるちょっと切符みたいなね、ちょっと変なおしゃれな言い方すると、そんな感じに聞こえるんですよね。なんていうか、過去の
自分を抽象的に思い出せる、まあそういった効果があるということもね、まあお話ししたこともあるんですけども、まあそういったものがやっぱ音楽なんですよね。だから大切なものっていうのは、要はその音楽と、まあ自分のその過去を結びつけるための密接なそのポイントですよね。ポイントを探すためにも、自分が実際に原体験として何か行動をベースに起こしたこと、まあそういったものが あの音楽をこれから楽しむ上で大切じゃないかなと思うんですよね。でそういった体験から生み出された音楽の蓄積っていうのは、ある意味将来への、まあ、資産だと思うんですよね。昔を懐かしんだりとか、昔を解雇したりとか、今こんなに大変だけど昔もっと大変だったなとか、まあ、そういったことって音楽を聴いて蘇ってくる。だからこそこの喫茶店とか、ね、このお茶屋さんとか、まあ、そういったところで聴いた音楽っていうものは一生忘れないわけですよ。だからそういう意味での資産形成みたいなね、まあ、そういったところがあるのかなと思います。そして喫茶店がね、もういいと思うね、ポイントもう一つあるんですけども、やっぱりね、なんか浸れるっていうところなんですよ結局ね。僕なんかも結構もう薄っぺらい人間ですから、バーとかね、喫茶店とかでこうなんていう、気取るじゃないですけど、まあなんかそういうのが好きなんですよね。なんかこうやっぱ昭和の歌とか僕紹介してるだけあって、昭和のなんかフォークソングとか歌謡曲のあの世界観がすごく好きだったりして、そういったその時代と今の時代とちょっとかけ離れたレトロな、ああいうところにこうつけ込むね、ああいうところに浸れる環境っていうものがね、なかなか今あんまないじゃないですか。だからこそああいう場所に行って、こうなんか自分とあまりにもかけ離れた、要はそのちょっと世界観っていうものをこう原体験できるっていうかね、まあそういったものがすごく、喫茶店の魅力なんじゃないかなと思います。で喫茶店で結構いい音楽かかってるんですよ。で僕もね、喫茶店巡りね、今でもまあしてるんですよ。ちょこちょこ行ったりとかしてて、で例えばクラシック音楽のね、喫茶店とかにも行ったり、ジャズ喫茶とかね行って、それこそクラシックなんて僕全然教養がないもんですから、本当に教養が全然ないんですけどもね、なんかそこででもね、なんか運命の一曲と出会って、あこれいいですねなんてこうマスターに言って、これなんて曲なんですかとこう聞いてね、そこからこう会話が生まれていって、そこから仲良くなってね、通っていくみたいな、そういうのもあったりするんですよね。で結構音楽も渋いし、その喫茶店によってはそのマスターとかの、まあ、お気に入りの楽曲とか、まあ、そういったものをかけてる喫茶店もあります。バーなんかもそうなんじゃないですかね。そのね、マスターのお気に入りの、まあね、本当にちょっとコアなところから、まあそのメジャーな大衆的なものまで、まあ、いろんなところがこの喫茶店によっていろいろ色が違ったりするというような感じなんですよね。だからこそ、なんかいろんな喫茶店にわざわざ足を運んで、まあ、そこで別に、ね、音楽にじっくり集中するわけじゃなくてもいいんですよ。本読むとかね、なんかいろいろしてもいいんだと思うんですけども、一人でこうブラッと行って、でそこでなんか、ああこの曲いいななんか思って、でなんか自分を顧みるきっかけというかね、うん、今自分俺これからどうしていけばいいのかななんてこう考えながらね、そこで考えながら音楽とこうね、その空間というものに酔いしれてね、なんか明日への活力じゃないですけど、まあそういうふうにしてほしいなと思いますけどもね。やっぱ好きなんですよね、喫茶店っていうのがね。音楽古いの好きだからっていうのもあるんですけど、やっぱあとなんていうのかな、僕結構その文豪のね、小説なんか好きなんですよね。例えば太宰治さんとかもすごい大好きです。もう大ファンです、ね、ですし、まあその川端康成さんとか井伏正美さんとかもね、あの辺大好きなんですけど、なんか別にあそことなんかこの喫茶店が直結するわけじゃないんですけど、なんかああいう文豪たちがなんかよく入り浸ってるようなイメージっていうのが先行して僕の中であって、その喫茶店とか、まあ、そういう古いようなレトロな、まあ、そういったお店にはね、なんかそこでちょっとね、なんか自分も浸って、なんか運命的なものみたいなものをこう感じれるんじゃないのかなとかね。まあなんか本当に僕もこう薄っぺらい人間ですから、まあそういうなんかちょっといや、やましい考えみたいなのがあったりするんですけども、まあ、そういった意味も含めて、なんかこうある意味自分の時間というか、自分の非日常をこう味わえる空間なんじゃないのかなって。音楽もそうで、やっぱりそこでかかってる音楽と出会って、そこの雰囲気に酔いしれることによって、なんかこう自分自身というものを見つめ直すきっかけになるというかね、まあ感じでございますけどもね。ちょっとまあ喫茶店についてちょっと語りましたけども、まあ、せっかくなんで喫茶店というね、まあ、そういったものをこうテーマというか、まあ僕の大好きな喫茶店という歌詞が入っているような曲、ちょっと紹介したいと思うんですけども、まあ例えばガロのね、学生街の喫茶店なんか、これは有名な曲ですけどもね、これも本当にね、本当になんかこう学生運動というかね、まあ、そういった時代背景の、まあ、象徴みたいなところもあって、で、まあ、そこもなんか喫茶店というのも、その学生運動とかでこう若者たちがその、ね、社会とかについて語り合ったっていう、まあ、そういった背景もあって、なんかこうそこもすごくいいなと思ったりとか、要はその、ね、昭和とか、それこそフォークソング時代のなんかこう大衆の憩いの場、若者の憩いの場、まあ、もちろんディスコとかね、まあ、そういうのもあったと思うんですけど、こう喫茶店っていうのはこうある意味ちょっと知的なね、
ね人たちの集いの場みたいなところもあったり、まあそれだけじゃなくてちょっとねなんか不良の集いの場みたいな、なんかそういうイメージもあったりして、なんかそういう意味でこうなんか、うん、なんかこう若者としての当時の文化というものが、しみじみに出るような曲でもありますし、実際に喫茶店というのもそういった効果がある。あとですね、まあ、高田渡さんの日曜日ですかね、これもちょっとね歌詞がすごいフォークソングみたいな感じの動画で紹介したと思うんですけどね、ずっと喫茶店にいて君のこと待ってるみたいな、ちょっとなんか鳥肌元の歌なんですけどもね、これもなんかちょっとね喫茶店でぼーっとしてるなんかねなんか若者の当時の情景が思い浮かぶというような感じでございます。そして吉田拓郎さんのリンゴね、これもなんかね、まあ、これも哲学的な描写で書かれている歌ですけどもね、喫茶店いつもの喫茶店でみたいなね、なんかそこもこう昔ながらのこの喫茶店の位置づけというか、若者の文化の中に必ずと言っていいほどあった喫茶店みたいな、なんかそういったものがちょっとね思い浮かぶことができるというかね、まあ、そういった曲になってますということで、今日はちらっとですけどね、喫茶店についてね、僕喫茶店巡り大好きなんで、ぜひまあ、皆さん僕と一緒に行ってほしいなと思いますけど、すごくいいんですよね。やっぱあとコーヒーも美味しいですしね、コーヒーも美味しいし、食べ物なんかも喫茶店のナポリタンとか本当に美味しいですからね。あれはもうね、なんか普通のなんか、ね、レストランよりも下手したらうまいんじゃないかっていうぐらい、まあ、僕の味覚ですけどもね、まあ、そういうこともあったりとかしてね、トーストとか美味しいですよね。僕よく行く喫茶店なんかもう本当朝のねトーストそれだけを楽しみに行くみたいなところもあったりとかして、いいんですよ。でこう YouTube とかでどんな話しようかなとかよく僕考えるんですけど、まあ、そうやって考える時とかもよく喫茶店使ったりねするわけなんですけどもね、まあ、そういった意味で喫茶店というものがこれからね、まあ、どんな時代になってもこう残っていくような、ね、そういった文化というかそういった社会を僕はまあ、なんか望んでるというかね、まあ、そういったその昔ながらのちょっとその古風な感じのね、まあ、そういう文化は残ってほしいなって僕は思うんですよね。ということで今日は喫茶店について、新しい音楽との出会いの場としての喫茶店についてねお話ししました。ということで今日は以上です。皆さんありがとうございました。